Alright guys, we're back. We're continuing up after the last video left off, kind of a bit of a buggy thing, so I had to close it out real quick, so mind the fact that there's no outro for that one. But basically we're going to pick up where we left off on nodes 4 and 5 of part 19 for Tower 1 in chapter 67 of book 6 for the main story. And the details to that will all be in the comments, but for now, book 6, as we know, is Watchmen of the Underworld. Chapter 17 was called An Even Deeper Trek. Chapter 67, sorry. Let's get him. Do this. Some people win, I'm pretty sure. There's no reason why it shouldn't. Bonding moment for these boys. Phantom にも種類がいろいろ。もし私が Phantom になり果てたとしたら、ビルさん、やめてくださいよ。宝石のような姿、Phantom はオーバーブロットした魔法。私がオーバーブロットした背後に現れた化身は、深くローブをかぶった。老婆のような姿をしていた。振り乱した白髪に木の枝のように無意識に若さこそ美と考え老いだとしたら、我々はまだ誰しも未知の経験には恐怖。ファントムたちの姿から目をそらさないようにして、次回のためにもね。あ、このケージ、研究員が言っていた800。会場は私が下がっている。手柔らかにお願いします。There's a beast, I guess. To some extent. 足音は禁物さ。So there's a cover for them, the off chance. Oh, well.
Like this, hopefully. The world gonna win, but at least he didn't lose. この先に収容されているのはどれも A ランク。君ありがとう。でも我々は先に進むよ。一番にイデアたちにビンタを食らわせるためにも、他のタワーを攻略しているメンバーに遅れを取るわけにはいかないそうだ。あなたも上層階の主。これでもファントムの研究をし続けて彼らの修正は熟知している。ええ、お互いベストを尽くしましょう。Part 20, let's do it. At least another 2 or 3, because we went from part 16 to, or part 17 to part 19 or something, so.私の続きを聞かず。さっき何の話を。ああ、入学式で闇の鏡が私に、私自身百獣の王の不屈の精神だから、両脇には実際サバナクローではとても頼え。じゃあなんで。もったいな。いや、その気質が合ってたなら。もっと深く美瑛の、もちろんサバナクローに所属したままでも、でも美しき女王の精神をモットーとするトム・フィオーレへ転領し、カリウドの勘が私にそうささ。もちろんビルが美を研ぎ澄ましていく姿を、もっとマジック炎で熱された鋼が切れ味鋭い刃、私はビルの研ぎ澄まされている。Damn. He hit him with the King of the Hill line, damn. 私も転領したいと聞いたとき、でもルークは、こうしたいと決めたら誰の意見も聞かない。あんただ。気がついたときにはもう複雑な手続きや儀式を終えて、いつの間にかポムフィオレの両今とはビジュアルも全然違っていたし、入寮したての、まず、髪の毛は全く手入れされずに伸びっぱなし、さらに日焼けしやすいタイプなのに、日焼け星屑みたいなそばかすを散らかした頬と、そうして洋服に重視するのは、裾が擦り切れたスウェットや膝が破れたパンツを繕いもせず平気で着てた。今のルークさんからは、ドレスコードがあるオペラや演奏会に行くときは最低限の身だしなみは守っていた。懐かしいね、後輩の前で昔の話をされる。その笑顔、全然恥ずかしそうに。でも美を追求して天領までしたのに、あとすごいお坊ちゃまのはずなのに、当時のルークが追求する美の範疇に己でも、ある時演劇やライブはステージ上と客席が、舞台は観客がいて初めて完成するものよ。もちろんドレスコードがない劇場に、でも私なら美しい舞台に見合う、もちろん演者や他のゲストに迷惑をかけるような格好が NG な、自分も舞台装置になったつもりで、演目、私にとっては感激の楽しい、感激に向けて自分の気分を盛り上げる。あ、その話をした後、ルークが好きな役者が出る舞台の前方席のチケットが当たったと喜んでたの。だから私はせっかくなんだから、たまたまスマートカジュアル以上が推し、私はそれまで自分を着飾ることには全く興味がなかったのだけど、ビルがいろいろとアドバイスをしてくれてね、ビルに全身コーディネートしてもらって、感激に向かった日の感激はいつだって楽しい。でも
今までの感激その日は120にも200にも感じたんだ。以来自分自身のビューティーケアにも目覚めた。でもまあ今思うとルークが言っていた好きな役者はあの子自身、擦り切れたスウェットや継ぎはぎしたパンツ、完全に余計なアドバイスだったんだでもルークさんがおめかしすることでレペル君の言う通りさ、未知との出会い追いかけてみようタルタロス内は基本一本道、見失うわけが上だ、みんな構えて。狩りの時間だ。No, he's not there. Damn. I thought it was that would have been done. Or at least way lower. Maybe it wouldn't have been a one-shot battle, but... with this. So it's definitely shorter, it seems to be the case. で注意力が散漫になってきている。もし道中でグリムを見つけられなかったディレアたちを懲らしめてケルベロスシステムを復帰。グリムの図太さとしぶとさは両性の力を信じるのも両を預かる者の信じて進みましょう。あ、見て次のマップによればあの収容所を抜けたその先ということはもっと気を引き締めていこう。Part 22, see. さて、今度はな。もしかすると、可能性はある。怖いくらい静かだ。ケージの中で。今のうちに雷帝の槍を使って。それも一つの手だけど。タイタンと交戦する可能性がある以上、それにタルタルスは一本道、収容ケージから出てきたファントムに確かスティークス書院からもらったマップとセット、緊急事態用対策、緊急脱出用のカードキーが収容所内にある。オルトがこの収容所にいたずらをしていないの。すぐに調べてみよう。セキュリティボックスビル、セキュリティボックスが破壊。やっぱりオルト君に先回りされてた。それに傷跡の周りに飛び、まさか人間を装い我々を騙すほど、もしかすると自らキーを使い
ありえるわ。私たちの不意、結局刑事を姿を晒している分、助監督生エペル、はい、行くわよ。So 16 to 19 through 22, decent stopping point, I guess. Yeah, to keep from mishaps during battles. So let's see, part 19, nodes 4 and 5 through part 22. Anyway, there you have it, guys. That's Tower 1, part 16 through 22 of chapters 66 and 67 for book 6 of the main story for Twisted Wonderland. We'll resume regular activities within the usual stuff within, I don't know, a couple days. Maybe do a video in the interim about the NRC exams, and that at time of recording is coming up tomorrow, so we'll make something for that probably. And then get back to the main story anyway. Thank you guys for watching. Feel free to share the video, like the video, drop a comment where you can, subscribe to the channels. Truly helps out. We appreciate it. Thank you guys. Signing off.